はい、こんにちは、ライトウェーバーです。タイトルからも分かる通りですね、最近ね、あのテレ東の深夜ドラマにハマってるんですよ。実際にはあのリアルタイムでね、見てるってわけではなくて、Amazon のプライムで見てるんですけども、テレ東のね、あの深夜のグルメテロ、飯テロ番組って言ったら、孤独のグルメが有名ですけど、それ以外にもね、いっぱいあって、で、最近こう、あの時間があるときに見てるのが、失恋飯と、それから女子グルメバーガー部、現在放映中で毎週見てるのが、ちょっと飯テロ番組とは違うんですが、鉄オタ美智子2万キロ。鉄オタ美智子のやつはグルメ番組ではないんですけども、駅弁が必ず登場するっていうね。どの番組もあの言えるのが本当に普通の日常なんですよね。その中でちょっとその、例えば失恋飯だったら主人公の漫画家の女の子が失恋飯っていう漫画を連載して、そのネタ探してあちこち行って偶然入った店でその失恋の話をしてる人と見かけて、こう自分で話を紡ぐと。でその時に、まあ飯食って元気になったっていうようなオチっていう、そのパターンなんですよね。でグルメバーガーも同じですね。グルメバーガーも結局その日常のこの不満があって、でそれでひょんなことからそのグルメバーガーっていうのに出会って、そこでこう食べることによって幸せを感じるっていう。まあ鉄オタ美智子に関してはそういう感じではないんですけど、乗り鉄の女の子が僻地に出かけていって、そこで駅弁を食べるっていう、そういうドラマなんですよね。で僕のあのこの Vlog は基本的にツーリングとメンテとなんですけど、ツーリングはまあどこどこ行きました、何食べましたっていうのが多いんですが、やっぱりね、あのなかなかうまく撮れないんですよね。もちろんあのドラマの撮影されてるプロフェッショナルの方々なんていうのはね、普通にスマホ渡されたってはるかにうまそうに飯撮るでしょうしね、伊達に何万時間もその撮影に費やしてないんで、そんな技術はまあ元ないんですけども、ただやっぱり憧れではありますよね。特になんていうのかな、テレ東のあのグルメのやつのいいところは、食べてるシーンってそんなにたくさんないんですよ。でもすっごいうまそうなんですよね。まあもちろんあの演出も脚本もあるんでしょうけども、あれがやっぱり一つのなんか憧れですよね。やっぱりこんな景色のいいとこ行きましたっていうのがあって、でこんな美味しいご飯と出会いましたっていう、そういうツーリング動画を撮れたらやっぱり最高じゃないですか。まあ簡単にはいかないだろうし、まあまあねできるはずもないんですが、まあとりあえずね、そういうことを夢見ながら動画をまあこれからもやっていこうかなっていうふうに考えてます。そんなわけでね、これからちょうどランチに向かいますといってもね、ハンバーガーが食べたくなったんですけど、なかなかその近場にいい店がないので、でこの後もちょっとね予定があるんでね、少し走ってマクドナルドでランチにしたいなと思います。クーポン忘れちゃったんだけどねまあそれでもセットメニューがありますからね。よいしょ、空いてるかな。
はい、マクドナルドで、炙り醤油のダブルビーフバーガー、あ、肉厚ダブルビーフバーガーかな、いただいてきました。本当はね、もうちょっと綺麗に映像が撮れるようにと思ってミニ三脚を準備してたんですけど、お店に持って入るのを忘れちゃって、結局いつもと同じように片手で写真撮っておしまいっていう感じになっちゃいましたけどね。これじゃあいつまでたっても美味しそうな映像は撮れんなとか思いながら、まあしょうがないですよね。この辺もまたいずれね挑戦してみたいなと思います。本当はね、今日は新しいカフェを Google マップで見つけたんで、そちらにお邪魔しようかなと思ってたんですが、今日改めて Google マップ見たら、場所確認のためにね見たら、オーナーの方の身内の方がコロナにかかったということで、保健所の方から指導が入って 2月の半ばまでお店休みますっていうことになってたんで、残念ながら、行けませんでした。コロナに関してはね、ちょっとね神経質になりすぎですよね。重症化しあんまりしないっていうね、毒性がかなり弱くなってるっていう話も出てますしね。それと今ブースター接種って言って3回目やってますけど、あれ WHO は3回目の接種はやらない方がいいっていう風に警告出してますよ。イギリスも同じですね。基本的にイギリスはもうコロナによるそういう経済を止めるような活動をやらない方向で動いてますよね。全部その法律を解除するっていう今月中にも、そういう動きです。それからアメリカの CDC 疾病対策センターでしたっけ、あそこも結局、ブースター接種には反対の立場を取ってますね。そういうことも含めて3回目の接種はやめた方がいいですよっていう話が出てますんでね、それをね実際に接種するかしないかっていうのはご自由ですけども、まあ、WHO も CDC も、イギリスも3回目の接種はやめた方がいいっていうふうに判断してるっていうご報告です。それではね、今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければね、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。